よっしゃ、続きやっていきましょう。今度はですね、銅のところ、行きたいと思います。オレンジ色に光ってたところ。あれ多分なんかのレア金属じゃないかなと思うんで、ちょっとあっち側行ってみたいと思います。で、あれをゲットしたら、そろそろね、庭を作って、作物を育てたいと思います、今回は。せっかくは作ったんで、小麦を作ってみたいんだよね。小麦種がないんだけど、それでもできんのかな？とりあえずはちょっと試してみようぜ。うん。もしかしたら小麦も自生してるのをどっかからゲットしてくるのかもしれないね。あ、赤い目のウサギかわいい。お、すっげえね。牛もいいんじゃん。牛は可愛くないから倒しとこう。よいしょ。餌になるしね。よいしょ。もう。早っこいつ。機敏すぎだろ、この牛。え、牛ってこんなに機敏なの？めっちゃ逃げるし。むしろジャンプできてる。すげえな。ちょ、こっちの牛でいいや。よいしょ。手近なところからね。よいしょ。早っ！足早すぎだろ、お前ら。よし、牛肉は大事な材料なんで。で、どこら辺だっけ？多分このね、この山のところだったと思う、ここら辺。遠くから見せたからな、意外と距離があるのかもしれないけど。このクラゲもちょっと倒してみる？実はさ、なんか餌になるとかありそうじゃない？よいしょ。あ、なんか出てきた。なにこれ？ん？イカスミ。なんでクラゲからイカスミが出んの？あれがイカだったの？どう見てもイカではないだろ、あれ。なんだろう。あ、じゃあお腹の中に入ってたイカの炭が出てきたのかな。クラゲの主食ってイカだっけ。お、え、何この流動的なの。あ、え、すげえ燃えてんだけど。これもしかしてマグマってやつ。なんか取ったりできないのこれ。触ったら、あ、いた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 。なんかめっちゃ炎上してる、炎上してる。なになに、やばいやばいやばい。死ぬ死ぬ。ちょっと待って、え、これ大丈夫、水入ったら治る。よいしょ。あ、消えた。あ、よかった。めっちゃごっそり HP 持ってかれたんだけど。え、なんなのあのマグマは。あれかな、モンスターをここにおびき寄せて倒すみたいな、そういう装置なのかな。わ、怖っ。でもここから出てるよね。あ、これを引いてきて、家まで持っていくんじゃない？それで、ここでなんか肉を焼くとか。肉焼けんじゃないこれ。生の牛肉。これちょっと焼いてみようか。これで、あれ？ほ、ほ、ほ、焼けない？ダメか。あのさ、あれじゃない？コンロじゃなくてなんだっけ？石窯？石窯の代わりに使えるとかそういうことじゃないの？木炭じゃなくて、なんだっけ？石炭だっけ？石炭を使わずに焼ける道具とか、天然の資源とか、そういうわけではないのかね？なんだ？じゃあ何のためにあるんだろう？これ。めっちゃ地下に流れ込んでるけど。地下空間があるってことを示してんのかな？ここら辺もすごいね。天然のジャングルって感じで。まあ、ジャングルは天然以外ありえないんだけどさ。なんだろうね。じゃあ、何のためにあったんだろう。じゃあ、見かけ、明るくなるだけみたいな、そんな感じ。じゃあ、ちょっと、予定が狂っちゃったな。あれがなんかすごい素材で、あれでなんか作るのかなと思ってたんだけど、そういうわけでもないんだね。だったらもう探索しなくていいかな。探索も前回結構やったし、あんまり奥まで行くと、あの黒いなんか毒持ってるあの怖い人が現れたら怖いんで、それだけはちょっと避けたいんで、あんまり進みたくないっていうのもあるんだけど、松明とかここら辺にさ、先に植えとくってのも手かもしれないね。そうすればさ、次来た時にさ、ここら辺から発生しなくなるわけでしょ。頭いいわ。これさ、火事になったりしないよね。大丈夫だよね。これでジャングル消失とかありえそうで怖いわ。マイクラどこまでがさ、リアルなのかわかんないからね。よいしょ。ここら辺なんか、住処っぽいよね、誰かの。てか、マイクラってさ、ゾンビみたいなのとかさ、あの弓持った人はいるけどさ、他の住民は俺以外にいないの？なんだっけ、マルチプレイっていうのをしないと、会うことはないのかな？すっげえカカオ豆あんだけど。カカオ豆もあってもさ、どうやって作るかわかんないんだもんね。火で炙っても、チョコレートになるわけでもなかったし。めっちゃジャングルやん。これ迷うな、これ。もうすでにどっちから来たかわかんないもん。あ、ウサギだ。じゃあ、もう取ろうか。で、今回は、あれだ、クラフト大会にしよう。クラフト大会でどんなものが作れるのかいろいろ試してみよう。よし、じゃあ農業しよう。せっかくクワがあるんだからね、ここら辺を耕そうぜ。これさ、どうやって耕せばいいんだろう。普通にこれで削っていけばいいの。穴ができてんだけど。どうすればいいんだろうこれ。クワで耕すんじゃないの。穴が開くんだけど、耕す場所が違うのかな。土の部分を耕すのかなこれで。掘れるだけじゃん。ク
フワって何の役に立つんだろうこれ。え、なんかの役には立つんだろうけどね。だいたい農業ってどうすればいいんだろうね。なんか種あったよね、種。これ、種。これをちょっと植えればいいのかな。ここに、こう、植えらんないよ。え？農業のやり方がわかんねえ。お、これでいいんじゃない？これで植えられるようになるんじゃないかな。クワで耕すのね。あ、待って。それで、種を、はぁ、植えられた。すげえすげえ。で、苗木。あ、いいじゃん。ちょっと待って、これで植えるじゃん。そしたら土を被せるんじゃない？これで。あれ？空中に浮くんだけど。あー、苗木取っちゃった。これどういうことだろう？土は被せなくていいのかな？つうことは、ちょっと待って。見た目が悪い。全部回収して。つうことは、あれだ。一回掘らなくていいんだね。この状態で上に土をまいて、ほ。これでいいんじゃない？で、ここに、クワで、耕すと。あ、これ、なんか草生えるんだけど！どういうこと？で、取ると。これでいいんじゃない？乾くんだけど！あ、一定時間経つと乾いて、草が生えてきちゃうんだ。へぇー。じゃ、ここを農地としよう。え、ちょっと待って。これ種って何の種だか分かんねえんだよな。白樺はここに植えたら白樺が生えてくるってことだよね。あ、それはちょっと微妙だな。あれだ、スイカ育てよう、ここで。ちょ、待って、ここでさ、橋の真ん前にさ、畑作るのあれだから、ここら辺に畑作ろう、畑。お！また来た、こいつ。こいつ怖えんだけど。ちょっと、遠目から行こうぜ、遠目からゆっくりと。隠れて。不意打ち安定。おら！あー！なんなんですか？こいつマジ何なの？攻撃できない。よし！ 2 発安定か。なら怖くない。BGM がすっげえ怖いわ。でもダメージ半端ないんだよな、あいつ受けるの。何なんだろうね。めっちゃ明るいのに普通に出てくるし。怖いわー。ということで、だいたいまっさらにしました、少しだけ。もうちょっとやりたいんだけどね。もうちょっとやるか。もうちょっと広めて、で、ここら辺ちょっとね、畑を作りたいと思います。OK。だいぶスペースできたね、これで。うん。ここだけ平地ができてれば、農業もできるんじゃないかな。よし！じゃあちょっと早速植えてみようぜ。ちょっと待って、これ、取って、で、クワで、右クリックで耕すと。いいね、いいね。で、種。スイカの種をちょっと植えます。スイカの名産地。これでいいのかな？これで水をあげればいいような気もするけど、でも水あげなくても、このさ、土の部分が勝手に草生えてくるんですよ。こういうところ。なので、多分雨とかも降るし、天候によっては、普通に育つんじゃないかな。あ、もうなんかでっかくなったね、これ。ほら、ちょっと成長してる。すげえ！そんなに早く成長できるものなの？ちょっとこれ成長日記見てみようか。柵欲しいな。鶏とかがさ、ここ踏み荒らさないように、柵欲しいな。すげえ、ちょっと見守ってようかな。ああ、我が子の成長を見るみたいだね。でもこれだけしか成長してないんだけど。なんだろう？何か違いがあるのかな？ここの土地がすごい栄養素が高かったとかそういうこと？あ、なんか BGM 流れ出したし。鶏たちも見てるね。羊も見てるね。ちょっとこれ、ね、ちょっと眺めてたいな、成長日記。どれくらいのペースでできるんだろう。だいたい10分くらいで朝から夜になるみたいだから、だいたい2時間くらい ?3 日くらい経てば芽も出るんじゃないかな。どうなんだろう。全然出てこないんだけど、見守ってるから恥ずかしいのかな。ちょっと離れたところに行って遠くから見守るみたいな。なるほど。小離れしたい年頃なのね。うん。そういうわけでもない。なんだろう、これだけなんでこんな出てんだろう。もともと種の段階で成長してたってことなのかな。へぇ。じゃあとりあえず、あれだね、時間もいい感じなんで今日はこれぐらいにしようか。で、次回、このね、スイカのどうなってるか見てみましょうかね。よし、じゃあ続きやっていきましょう。前回スイカのこれ種をここに植えたんですけれど、ちょっとなかなか成長しないんで、見守ってるのもあれなんで、他のことしましょうか。ね。ちょっとね、恵みの雨も降ってるんで、いい感じに育ってくれるんじゃないかな。はい。で、今回は、ちょっとクラフトと、あと、かまどをいろいろ試してみたいと思います。結構材料も集まってきたんで、新しく作れるものが増えたんじゃないかなと思ってね。
で、材料の方もね、結構いい感じに集まってきてるんで、ここら辺でね、できそうなものをちょっとね、燃やしていきたいと思います。よし、じゃあ燃やしていきましょう。いろいろ試していこうぜ。まずは矢から。これで炎の矢ができて、すごい武器が作れるとかない。ああ。ステーキ。ステーキをさらに焼いて炭を作るとかない。木のクワはこれどう？炎のクワになるとかないか。なんで木が燃えねえんだろう。それが不思議だわ。これ何？火線岩？花王岩？これを？あ、燃やせない。意外と燃やせないんだね。羽は？ダメか。これはまあ鉄鉱石は鉄になるでしょ。丸石は石になると。リンゴ、焼きリンゴ。ダメか。アップルパイとかにもならないんだね。カカオ豆は前回やったっけ？ダメか。入れない。卵もダメ。皮は？皮を焼いて？加工とかもできないんだ。意外とできない感じかね。土もダメ。ジャンクルの木材もダメ。限られてるね。ドアもダメか。イカスミ。これでイカスミスパゲッティを作るとかできないと。火薬。俺いつの間にこんなの手に入れた火薬を爆発できないと。なんで爆発しないんだろう。羊毛は羊毛もダメ。意外とダメだね。オークもダメだし。安山岩もできない。石炭を石炭で燃やすこともできないし、戦力岩もできない。苗木くんもできなくて、鶏肉。あ！鶏肉焼ける！まあ、鶏肉は普通焼けるよね。これ何料理になるんだろう。唐揚げかな？それとも丸焼き？オーブン焼きみたいな感じになるの？何になるんだろう。お！焼き鳥だって。ずいぶんでけえ焼き鳥だな。石は？これ以上焼けないと。戦力岩。焼けない。全然ダメじゃん。白樺の苗もダメか。種とかは煎って、ま、あの、コーヒー豆にするとか。できない。松明は燃やせない。炎の力がアップするとかもないんだ。あ、骨なら焼けんじゃない骨。糸はこれなんか液状化するとか。できない。草谷から無理だったよね。砂。あ、焼けた！砂。砂焼いたら何になるんだろう。砂だから、陶器みたいな。器ができんじゃない器。お、なんか、待って。ガラス！あ、ガラス使ってこれ窓作れるんじゃない？ねえ。あ、これをブロックにして、窓にすると。あ、いいじゃない。あ、これちょっと作っとこう。砂めっちゃあるからいいわ。